ちょっとどうですか、政治的なポリシーの話でね、あのジャンボ鶴田さんがね、あの馬場さんに弟子にするのにね、頼みに行こう思ったら馬場さんの寝たこつににゃんこが昼寝しとってね、ああ馬場さんってやっぱり優しい素晴らしい人なんだなあ思って弟子にしたらしいですよ。もう一つでした、もうちょっと政治すぎましたよね、政治すぎましたね。そうか、そんなん言いながらね、自分にもできてきましたしね、ババフンダとかなんか言うのか、ババフンダとは言えんけどね、大阪弁でケッタクソ悪いって思いましたろ、あのケッタクソって、ね、ケッタクソが悪いんか、まあまあそんなんもね、いいんですけどね、まあ、やいや言いながらチューニングも進んできましたけどね、わーわー言うとりますけどね、あのよし、まあこんなもんか、よしよし。